ジョン・ハーシー・マイケリス。ジョン・ハーシー・マイケリス。1912年8月20日から1985年10月31日は、アメリカ合衆国の軍人。1931年、ペンシルベニア州のハイスクールを卒業した後、アメリカ陸軍に入隊。1936年、陸軍士官学校卒業。第2次世界大戦中は、第101空挺師団参謀長。 朝鮮戦争に第27連隊長として参戦した。この戦争で従軍記者のマーガレット・ヒギンズがたびたび彼を取材したためアメリカで広く知られた存在となる。1950年7月23日から28日に渡る恩高音交換の地帯行動で北朝鮮第二師団に大打撃を与えた。打撃を受けた北朝鮮第二師団は8月構成に 参加できなかった。普山共闘補の戦いで、第27連隊は第8軍の機動部隊として活躍した。1951年1月15日、第27連隊のニックネームを取ったウルフハウンド作戦が実施され、第27連隊は警府本土を北上して威力偵察を行った。2月、ラウンドアップ作戦が開始。 第27連隊は、系府本堂を突進し、国連軍の構成の発端となった。1952年、陸軍士官学校生徒隊長。1956年、少将。1959年、中将。1962年、第五軍団長。1966年、第五軍司令官。1969年、 在韓第8軍司令官兼国連軍司令官、任大将。1972年、軍を退役すると、大韓航空の顧問に就任。1976年、フロリダ州で陰性。1985年10月、ジョージア州クレートンの病院で、心臓麻痺により死去。ありがとうございます。